だからそれも面白いよね。だから要はどうやったら幸せになれるか探すっていうことは、これ夢と全く一緒なんやけど、私って夢ってなんだろうって探すっていうことは、ただ両方ともに共通する一つの答えがあって、なれるからどうやったらなれるか探してるね。もっと言ったら、あなたの中に夢があるから、私の夢って何やろって実は探してるね、うん、あるから探してるっていう、そこに共通点があんねんね。あ、うん、だってないもん探さへんもん。だから俺はメガネかけてないからメガネ探したことないけれど、例えばそのメガネかけてる人はメガネなくした時に、あれどこメガネ行ったやろ、どことか言うとおでこがあったりするんやけどさ、なんで探すかって言ったら、やっぱりあんたがメガネかけてる、メガネ持ってる、メガネがあるっていうことを知ってるから探すんよね。だから今秋やけど、秋に満開の桜探さへんやん、ないの知ってるから、うんうん、けど今やったら山の中入って松茸探しに行こうと思うねん。なんでか、松茸があるのを知ってるからやねん。ないのに探さへんやん。つまりあなたが探しているということは、間違いなくあなたの中にあるっていうことなのよ。素晴らしい自分になろうとか頑張ってなりたいなと思うのは、やっぱり自分の中にあるから、そんな本来の自分になろうってみんながただしてるだけなのね。で、俺って何なんやろ、私の夢って何だろう、私がしたいことって何だろうって探すっていうことは、やっぱりまだ何かは分からないけど、それが間違いなくあるから今も探してて、そこに向かって歩いてるんよね。そういうもんやと思うよ、うん、なるほどな、うん、そうやな。そうで、みんなが夢って何やろうって言うてるけど、要はじゃあ夢ってどこにあるかって言ったら、どっかにあるんじゃないね、うん、どっか遠くに行ったら見つかるとか、うん、まあ遠くに行って気づくことはあると思うんだけど、だからどっかにあるとか目標に立てるもんでもないし、要は全部自分の中にあって、自分の心の中にあって、それを思い出すっていうことだし、それに気づくだけのものやと思うね、うん、だからなんかよく一般的にどうしても夢っていうと、なんか何やろ、どっかにあるとか探すとか、なんか立てるみたいなイメージになっちゃうんだけど、俺は全然そうじゃなくて、自分の中にある本当の自分のそのやりたいこと、したいことに気づいていくと、本当になんかな、ちゃんとあるっていうのは思うよね。うん、うん、だから少なからずみんながなんか最初は自分では分からへんけど、口にしてるときはそのなんかあるものをずっと探してる、うんうんうん、であるね、うん、ただ今これって分からないから、でも出会っていくうちにとか、ある時突然なんか何かに触れた時にふうって上がってくるわけ、うん、こんな感じ。あ、なるほど、そうだな、うん、だから例えばさ、嫉妬、例えば分かりやすいこと言ったらさ、一度もまだ嫉妬を好きになったことがない、うん、嫉妬が好きってどんな感情だろうって分からへん、うん、分からないんだけど、ある時目の前になんかふっと現れた男性を見た、うん、とかちょっと喋ってる間にあれみたいな、うん、なんだこの気持ち、これが好きなんだって、よう出会っていくやん、うん、要はそんな感じなのよ。で、いろんなものを見ていくうちに、あれ何これ、私の中にあるこれ何っていうふうにみんなふっと出会うんよ。なるほど、つまりあんねん、うん、あるねんっていうことなのよ。ああ、分かりやすいな。そんな感じ、そんな感じ。ほんで待って、もっとそれは絶対分からへんやん、うん、夢ってとか、どうやったら、その例えばどうやったらじゃあそれ叶えられるんですかって言うけど、その叶え方も分からへんのよ、うん、分からへんねん、うん、そんな今明日のことも分からへんやから、うん、明日どうなるなんて分からへんねん、分からへんねんけど俺らその今の恋愛に例えて言うならば、うん、初めて好きっていうことが分かった、あ、そうか、私にもこんな気持ちがあったんだ、で夢はさ、例えば結婚したいですって夢があるとするやん、うん、結婚したいですって夢はあるんだけど、じゃあどうやったら結婚できるやろって分からへんやん、絶対分からへんで、うん、もっと言ったら誰と結婚するかも分からへんやん、うん、自分でこう絵描いてこんな人と結婚します言うたってさそうだ、分からへんやん、でつまりだ、立てられへんねん、夢は描けんねん、実は自分の中に結婚したいっていうあったものに気づいたら、あ、私結婚したいんだ、うん、でもその途中はどんなものが来るかも分からへんから、計画の立てようもないねん、何月何日に結婚できるかも分からへんねん、うん、けどその結婚するんだだけ描いてると、ある日突然この人が運命の人だって出会ってとかさ、うん、なんかしらけど結婚することになってとか、うん、子供ができちゃってとかさ、うん、それ結婚していくことになるんよね、うん、で、お、結婚したっ
ってなるやん、うん、でもそれって想像もしなかったし、この人と結婚するともう結婚したいと思った時にはこの人なんだって名前もわからなかっただろうし、顔も想像もつかなかった人と結婚していくね。俺だからそんなことが俺やっぱな夢なんちゃうって、夢の叶っていく形なん違うって思う。ということは全ては夢は計画は立たない、ただし描けるし、自分の中にあるその気持ちに素直に思いっきりこうするぞってだけ口にして書いてみたりして、みんなでイエーイ結婚できましたおめでとうって言ってたらええねん。ほなある日ポンってくるから、あ、うん、そんな感じ。なるほど、うん、そうか。